はいどうも、妖怪ウォッチプニプニ、今回もやっていきます。サーカス買った無課金攻略、今回ね、これ3番目のアカウントなんですけど、今ね、元気ドリンク一番あるアカウントなんですけどね、34があるんですけどね、このアカウントをやっていきましょう。一応ね、ラプラスさん持ってるので、一応動画いつアップされるか分かんないですけど、特大特攻のね、期間中に行けるとこまで行きたいなと思っております。で、一応ね、他のアカウントについてはいつもね、フルパワーでお助けしてるんですけど、あー失敗した、喋りながらなんて答え、まあまあだった。他のアカウントについてはね、多分この動画実は土曜日からスタートしてるんですけど、日曜日に、ね、なったらノエルの多分超アップがあって、もしかしたらまあこのアカウントを含めね、中身変わってるかもしれないの、まあノエルがね、もしかしたら追加になってるかもしれないので、まあその途中のどっかのねレベルの時に差し込みたいと思います。なので他のアカウントの情報はとりあえずこの7ではねご紹介なしでいこうと思います。999いけたんだけどな。で、一応火力についてはなんかすごいいい一撃ね、あった時にご紹介したいと思います。ちょっととりあえず1回目はねお見せしますが、はい、10万ちょいだともうちょい欲しいな。はい、まあちょっと5連ミッションとかね来ると思うので、そういう時にねどんぐらい火力だったとかお伝えできればと思います。まああと超いい配列とかね、うん、ちょっとラプラス真ん中にしてんだけど4列目でやろうかなと思ってます。はい、じゃあよろしくお願いします。一応ね、火力は他のアカウントの他のなんつうの他の動画でもお見せしてるので、まあ、ちょっとね超いい一撃以外はちょっとカットしたいと思います。ご褒美増えました。34個で13までいきたいと思ってます。よろしく。これもあとちょっとですね。ラプコヨの力に刮目せよ。はい、じゃああとはちょっとカットします。はい、ラストね。あ、レンドさん倒してくれたかな。ということで必殺の秘伝書ゲット、いいね。7はね、2個でね突破しました。まあこんな感じでね8、90やっていきます。はい、じゃあよろしくお願いします。はい、着きましたね。そしたら8枚やっちゃいます。じゃあね、いいやつがあったらお見せするって形で、あとは基本ねカットします。32個でやります。はい、そしたらねとどめを刺しましょう。6000あってお助けこんな感じ。そしたらね倒してくれまして、ワイポイントゲット、いいね。ということで32スタートなんで2個でね、今回ちょっとメインがフルでお助けしたので8突破で、じゃあ次9ねやっていきます。はい、来ましたね。そしたら9もやっちゃいます。変わらず、あ、ヒットポイントが間違えた。30個、まあやっときましょう。はい、そしたら行きましょう。もうお助けは刻むやつでいいかな今回は。さあ3連ミッション来ました。真ん中ペコラに変えたので失敗だな。一応ねメインは23万なんですけど、なんかまだ可能性のある23万だったので、まあ、このアカウントもそんな変わんないんでね。なので20万はいけると思うんだよな。5連ミッションとかね、かなり運の要素があるんですけどね。なんか5連ミッションやたら来る人ね、あと配列もな、あのボーナス玉がめっちゃ並んでるやつなくなっちゃいましたね。さあこれはちょんと上げる高等テクニックですね。もったいないね。あ、ミッション来なく、これでも999いくやつですね。9999、99,999。さあ外せない。ボーナス玉5つ仕留めれば
完璧だね。よいしょ。いや完璧だ。行きましたね。はい、行くんですよね。どうなんだろうな、ペコラ使わないで種族効果上げた方がいいんだろうけどな。暴走品の、あ、不気味だからな。そういないんだよね、あんまりね、妖怪がね。はい、ということでこれは、あー、でもなんかあんま999言ったけど大したことないね。なるほど。でもワイポイントは溜まっていきますね。はい、そしたら行きましょう。とどめは無理かな。結構なんか今回いい、いい配列がね来てくれてるので、また狙いたい。ラプラスさん4列目にしてますね。これもね、ラプラスさんにこれが来たら9999いけんだけどね。この配列も、まあ、要はボーナス玉が4個あればいいのかな。5個か、4個でいいのかな。4個あれば999いくんだよな。そう、4巻でね、1個2個3個4個ってね。はい、お、2連ミッション来た。これはラプラスさん大ダメージ狙えますね。そうだから、4列目、そう3列目もねなりやすいよね。ミッションに引っかかりやすいというか、真ん中ね。さあ2連ミッション、あ、これも999いけるやつですね。いいね。99999、ボーナス玉5つでいける。よいしょ。4個でいけるのかな。はい、いけましたね。そう、5列目はね、5連ミッションの時いいんだけどね。さあどんなもんかな。20枚いったかな。外した。まああと一発だな。あー、まだ20枚いかねえか。はい、でもランキングはこれでちょい上がったかな。あと100ですね。うん、ワイポイントどんどん貯めます。ドスン。うん、もうちょいだな。フレンドさんが倒してくれてました、ありがとう。おお、元気ドリンクもゲット、超いいね。ということで、もうあんまり大きいお助けいらねえかな。24個ね、4個で9突破しました。じゃあ10いっちゃいましょう。はい、そしたらね、10やっちゃいましょう。 OK、 26個。はい、あ、とどめ刺してくれたね。最後ね、ちょっと刻んで、もうこれもね終わりましたね。ということで、ちょっとねミスもいっぱいあって7個使っちゃった。ということで、マリンねダブルゲット、 OK、 いいね。じゃあ11もいきましょうか。これだね。はい、20万ダメージね、いけましたね。4連ミッションが来てました。ドスン。はい、そしたらね、サブアカでお助けももらいつつ、はい、倒しましたね。100ポイントゲットということで、19スタートなんでね、5個でいけました。じゃあ12いきましょう。ブライトゲットですね。はい、そしたらね、他のアカウントでねとどめは刺しました。いいね。ということで、
8個だからね、6個でね、いけましたね。ということで、おかゆさんのね、準備もできたんで、さあ、じゃあ最後、未確認族、持ってないんでね、ゲットして終わりにしましょう。8個でいけるね。ありがとう。はい、そしたら最後ね、いいのが来て、ちょっと最高ダメージのところね、ちょっとキャプチャーできなかったんですけど、21万超えいけましたね。ということで、3アカ使った無課金これく、2番目のアカウントもね、プニットショットだけは終わりましたね。はい、ということで、34個あったんですけどね、これは8個から始め、5個でね、いけました。一応ね、34個スタートだったから、31個でいけましたね。メインアカウントは30個でいけたのかな。はい。で、一応内訳的には、2個、2個、9が4個、10がね、失敗したから7個なんだよね。だから13個かな。うん。で、あとは、11からは6個、6個、で、13がね、5個で、はい、30。1個でね、はい、クリアしてます。一応途中で1個ドロップしたんで、郵便にはね、元気ドリンクあるので、まあ35個まで一応行きましたかね。はい、じゃあ今回こんな感じしましょう。一応、20万がね、はい、上が2つ、自分なんで45万ぐらいか、火力で、2番目のアカウントがね、整え、まあ8万ぐらいなんで、53万か。マックスだと12万だから、マックス55万ダメージですかね、3アカね、今んとこね。なんか前、なんだっけ、このスバコラボの時とかは、マックスダメージ100万超えしたんで、まあ、できたら、まあ、今のところこんぐらいに抑えてんのかな。まあ、とりあえずただね、特大特攻の時にやれば、無課金でもね、まあ、ちょっと13はかなり、あれすごいんですけど、はい。結構ね、2、3個で10まではね、いけるので、ぜひね、ちょっと特大特攻の時にやるのがいいのかなって感じですかね。はい、じゃあすいません。また会いしましょう。さよなら。いやー、まあ14、15はおまけで、あとはね、Y ポイント稼ぎとかお助け頑張るようにします。スキルと G はね、マリンお助けしてればゲットできるので、それでいいと思います。